はい、こんにちは、村野さとしです。今回はですね、算数単元の進め方についてお話をします。はい、この村野さとしチャンネルではですね、今までに社会科や国語のね情報は結構お伝えしていたんですが、算数単元の進め方についてはねほとんど発信してなかったんですよ。そこでこれから算数の授業の進め方についてねお話をしていきたいと思います。私が算数のことを発信しないのでね、村野は算数が苦手だったんじゃないかとかいろいろ言われてるとは思うんですけども、実はね、私東京都の小学校の算数の研究員っていう、まあ東京都の中で結構算数の得意な人たちが1年間ね学ぶ研究員っていう、まあ、東京都教育委員会の制度があるんですよ。まあ、そこに私30歳の時にいたんですね。で、算数部にも結構長くいたんです。で、さらにですね、その翌年ですね、研究員をやった翌年には東京の教育21とかいうやつかな、なんかいわゆるね開発員ってやつですね、それをやった経験があるんですよ。ですから、まあ、算数についてね東京都で2年間の大きな研修に参加していました。ですから私ね、算数の研究授業も結構やっていますし、算数のことについてはねそれなりに勉強してきたつもりでいます。はい、でもなぜかですね、この YouTube では算数のことね意外と発信しなかったんですね。ですからここから少しずつねまた発信していこうと思っています。そして今回の第1回目はですね、算数の単元の進め方、まあそういう考え方なんですが、大きく2つあるのかなと思いました。まず1つ目、教科書中心の指導ですね。向山陽一先生の進める向山型算数なんかは完全に教科書中心の指導になります。例題を指導して、そして練習問題を指導して、そして最後スキルで仕上げるという、まあ大雑把に言うとね、そういう流れの授業です。基本的には教科書を使います。そして2つ目、問題解決型の指導ですね。まあこれがですね、今一般的にはよく行われている指導じゃないかなと思うんですけども、これはね課題把握があって自力解決、自分でね解を求めるんですね、この課題について。そして集団解決です、みんなで話し合う。で、最後はまとめ、そして練習という、まあ大きく言ってこういうパターンの授業ですね。それでですね、皆さんはこれどっちをよくやってますか？教科書を見ながら授業をしているか、問題解決型。まあ問題解決型というのはですね、基本的に教科書を見せないんですよ、子供たちにね。開かせないで先生は問題を出して、で、そして自分たちでこれまでの奇襲から考えさせるんですね。そしてね、そこで解決した意見を出し合って集団解決をして最後まとめる。そしてそのことを使って練習問題を解いてみるという、まあこういう流れなんですけども、私はどっちもね経験してるんですよ。まあ2つの大きな違いはね、教科書を使うか使わないかということなんですね。で、私の歴史の話をしますと、もちろんね研究員をするまでは教科書を中心にやってました。教科書ばっかり開いてね、まあそれから研究員を始めたので問題解決型に変わったんです。これを大体6年ぐらい続けましたね。最終的にはね教科書中心の指導に戻ることになります。まあ一見ですね、こうやってみると教科書を教える方が簡単なイメージありますけども、決してそんなことないんですね。教科書を使って算数の授業を教えるということにもいろいろなねパーツがあるんですよ。非常に難しいんですね。もちろん問題解決型も難しいです。特にねこの自力解決で解が持てない状態の子がいるのに無理やり集団解決には持っていけないわけですよね。集団解決をする以上、自力解決で全員が解を持ってる必要があるんです。この状態を作るのは非常に難しいんです、問題解決の授業はね。まあ私はね両方ともこう体験したんですけども、やっぱりね教科書中心の授業が望ましいのかなって思ったんですね。まあそんな話はともかくですね、今回は算数単元の進め方ということなんですが、私はねこれ結論を言いますね、これがいいと思いますね。教科書を中心に基本的には進めていくんですね。特に小学校はそうです。子どもたちよくわからないことが多いので、一つ一つね例題でやり方を教え、そして練習問題を解かせて、そしてスキルで仕上げるという、まあそういう方法でやっていった方がですね、子どもたちは算数をしっかり理解できるんですね。まあいわゆる知識技能の段階ですよ。これは教科書を中心に進めていけばいいと思うんですよ。そして単元ですね、単元の後半にこの問題解決型を一つ入れたらいいんじゃないかなと思ってます。でね、教科書を見てみたんですよ。で、教科書を見てみるとね、やっぱりそういう風な、まあ全部じゃないんですけど、これ6年生の教科書なんか見ると13単元あるうちの大体ですね3分の1、4単元ですね、4単元については一番単元の最後にね問題解決型のページが出ているんです。
で、この問題解決型で扱っているところはですね、確かに私が今まで勉強してきた問題解決型で非常にですね、指導効果の高いところが取り上げられてるんですよ。例えばね、6年生の教科書で言うと比例の学習ですね。ここでは問題解決型の授業が出ています。ページも結構使ってね、3ページぐらい使って出ていますね。あとね、円の面積ですね、円の面積のところに問題解決型の授業が出ています。あとは分数の割り算とかにも出てますね。まあ、そんな風にしてですね、基本的な学習を教科書を中心に進めていき、そして最後に、本当に最後にですね、問題解決型の授業を1本、まあ3、4単元に1回ぐらい入れてあるというのが教科書の作り方です。でもね、私それでいいと思いますね。自分がね、問題解決型でずっと研究していた時は、本当に私ね、全ての単元第1次からね、最後の時間まで全部問題解決型でやっていたんですよ。そうするとやっぱりね、時間がかかってしまうんですね。これやっぱりね、1時間で終わらせるのは結構難しいんですよ。ですからまあ2時間かかることもあったりして、なかなか時間通り終わらないっていうところもあるんですね。ですからやっぱりね、こう代表的な、もう本当問題解決型の研究でですね、もうここはバッチリだ、例えばね、面積とかね、そういうところがやりやすいんですよ。まあ、そういうところをね、単元の最後にいろんな学習を終えた後にですね、まあ、発展的に扱うのがいいなと思いました。というわけで、今回私がお伝えしたいのは、算数単元の進め方はね、まあ、基本的には教科書を中心でザーッといって、そして最後問題解決型で、締めるという、まあ全ての単元じゃないですけどね、教科書に問題解決型のページが出てくるような単元はそういう形でやっていくというのはいいんじゃないかなと思います。まあもうちょっとね、問題解決型をやりたいよという人はね、他の単元でも最後のところにね、持ってくればいいんじゃないかなと思いますね。よくね、教科書中心で進めるべきか、問題解決型で進めるべきかという議論もあるんですけども、これはね、二項対立で、そんなことはないんですよ。両方ね、こういう形で、単元を組んでいけばどっちも OK ですよね。はい、というわけでね、今回は算数単元の進め方の私の意見を述べさせていただきました。それとですね、来年の1月6、7、8、3日間ですね、土日月、月曜日はお休みの日なんですけども、3連休になってます。ここでですね、第1回オンデマンドセミナーというのをね、企画したんですよ。3学期対策講座というセミナーなんですね。で、これはね、今まであまりやったことのない講座なんですね。どういうことかというと、私のセミナーはライブでやる場合と、あと録画版ですね、まあ、いわゆるオンデマンドですね、でやる場合と2つあるんですね。今まではライブでやったものを、1回やったものをね、またオンデマンドで見てない人に見ていただくというパターンでセミナーを構成してきたんですけども、ちょっと今回は新しい試みです。3日間好きな時間に何回でも見ることのできるオンデマンド型のセミナーなんですけども、内容はですね、初めて私が扱うものにしました。ですからね、ライブでやったものをもう1回やるんではなくて、最初から私が録画するという状態で、セミナーをオンデマンドでお届けするという企画を考えてみたんですよ。いろんな方がいましてね、ライブで私の話を聞いてこう当てられたりするのすごく嫌な人もいるんですね。それよりはゆっくり好きな時間にのんびり自分のペースで動画を見ながら勉強したいという方もいらっしゃるんですよ。ですので今回はそれ用に初めから撮ってでお届けしようという企画です。今回第1回目なんですけども、まあ、皆さんの様子によって第2回をどうするか検討しようかなと思ってます。もう一回言いますけどね、オンデマンドのセミナーなんですけども、内容は初めて出すものばかりということになっています。ですから私の録画で何回も見られるんだけども、初めての講座という感じになりますね。よかったらですね、概要欄からお申し込みください。もうすでにですね、お申し込みをいただいています。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。